どうも、のんもりです。のんもりの本日は映画の紹介でございます。ムービーレビュー、見てまいりました。もう実質初めて見た映画の中でちょっと衝撃を過去受けた映画がありましてね、初めて見たというか私2から見ましてね、実は映画館に見に行ったの2から見て、その当時父親と行ったと思うんですけど、もうちょっと衝撃を受けて、一体これどうなってるんだと、頭の中がぐっちゃぐちゃになった映画のその時の続編だと言われているこの映画でございます。 The Terminator New Fate、ね、ニューフェイトって、まあ、新しい運命だということなんでございますけども、実質は向こうの現代ではターミネーターダークフェイトってね、暗い、運命みたいな感じでございますけども、ちょうどそのターミネーター2をね、T 線のあのドロドロとなって水銀のようなとこブーンって一緒になって、でもう顔を映ってなんかもうぐっちゃぐちゃなるやつね。実質は1ではね、1ではご存知の通りアーノルド・シュワルツェネッガーが敵役やったわけです。あのアーノルド・シュワルツェネッガーが悪役をしたっていうことでちょっとまあ物議を醸し出すというかね、おそんなこともやるのかみたいな、シュワちゃん幅広いなみたいな、結構ヒロイックな状態で扱われてた人ですから、それが悪役に来たっていうのはね、しかもターミネーターとも殺人ロボットで来るって、なかなかこう世界的にこう震撼させた映画の続編がターミネーター2。このターミネーター2になると逆に救世主というかね、まあ簡単な話、1はまあもともとこう皆さんご存知、まあ普通に説明しますよ、ね、1はどういう話だったかと言いますと、未来がね、何十年後かの未来がもうロボットばっかりの社会になるわけですよ。ロボットばっかりの社会になるんですけど、それをまあ人間も残ってきながら、人間のロボットがこう敵対するなんて、こう戦争が起こると。でロボットがたちがもう AI が、進化し続けて、まあタイムマシーンみたいなものをこう作り出すわけですね。そしてそのタイムマシーンで過去にこうあるこう殺人兵器を送り込むわけです。でそれが何のためにかというと、ここに人間、戦ってる人間がおるわけですよ。そこの人間のリーダーがおりまして、そのリーダーを産んだ母親を殺せばこのリーダーは生まれないんじゃないかと言って、そのお母さんを殺しに行くという話がワンです。でそれを阻止するために人間界、人間たちの中で選ばれたマイケル・ビーンが送られてね、で、その お母さんを守る、まあ、これはリンダ・ハミルトンですけど、を守るという、そういう設定で、結果的にそのマイケル・ビーンとリンダ・ハミルトンが、で過去の人間と、過去というか、まあ、現在の人間が未来の人間とつながって、まあ、性交渉によって子供が生まれてしまうというね、結局この最終性交渉というか、まあ、ちぎってね、ちぎって、この2人がちぎって子供ができて、その子供が結局、まあ、ゆくゆくの未来で言うと、このレジスタ人間の、リーダーになる人なんです。これがジョン・コナーね。で、サラ・コナーっていうのはこのリーダー・ハミルトン。で、この2は、このジョン・コナーを殺しに、AI が進化して、なおもっと進化して、こう液体のロボットみたいなのを作り出して、それを送り込んでくる。で、それを送り込んできたことを分かったから、それを阻止するために人間界も過去人間を送り込んで、まあ、ややこしになってますからね、その子供できたりのをしてるから、これあかんと言ってターミネーターを自分たちでも作ったその、まあ、ロボットを送り込むわけですよ。でもこのターミネーターが、まあ、シュワちゃんなんですけど、このシュワちゃんが、まあ、初め見た時に、うわまだ生きてたみたいな、敵が来たって思うんですけど、実はそれが味方だったっていうお話のこの続編と言われるものが、この度公開されました、そのターミネーター、まあ、日本ではニューフェイト、向こうではダークフェイトってね、このなぜ2つ名前あんねんみたいなね、変な感じでございますけど、で言うのだから、この2では、まあ、要はジョン・コナーとサラ・コナー2人とも助かって、ターミネーター なんかあるんですよ、 T 線じゃなくて、なんかあるんですよ、 T 線がない液体ですから、でそれが結局溶解炉に溶かしてもって勝つんですけど、私がいてもあかんから言うて、しおちゃんが自分の中で自ら、溶解炉のところにバーって沈んでいくって、こう親指をこう上げるっていうシーンがあるんですけど、有名なね。
でそのシーンのが終わって2人は、あるところです、まあのんびり過ごしてたらまた新たな、殺人兵器ターミネーターが来て、それシュワちゃんなんですけど、そので結局ジョン・コナーを殺してしまうというね、そっから話がスタートするみたいなことなんですけど、いやどうやって撮ってんのと思いました。リンダ・ハミルトも若いし、シュワルツェネッガーも若いし、またエドワード・フォーロンもおるんですよ。え、この映像前に撮りだめしてたんかっていうぐらいのなんかすごい衝撃を受けましたけど、まあ、それをフル CG なのか何なのかは分からないですけど、はあ、エドワード・フォーロンが、まあ、似た人でやってると思い切れない。今回ね、どういうお話かというと、単純に言えばまた別のね、一個これが片付いてるわけですよ、ジョン・コナーは。でも結局ジョン・コナー殺されるんですけど、今回は送り込まれてくるターミネーターは別の人間界のリーダーになる人を殺しに来るんです。でそれは今回は女性なんですよ。その女性を殺しに来るんですけど、その女性を殺しに来るのに送り込まれたら、もう T 戦なんかよりも格段にすごい、レブ9というね、今回黒いなんかよくわからない先生が無茶で分離もできるみたいな、すごいんですよ。でそこに阻止するために送られてきたのが女性なんですけど、マッケンジー・デイビスというね、カナダ人の女優さんなんですけど、女性が送り込まれてくるって、なんかねこの時代を感じさせる、前なのはこう男性が送り込まれてくる、男性が男性っていう感じですけど、今回女性をね守るために女性が送り込まれてきて、またこのマッケンジー・デイビスがすごいかっこいいんですよ、でも強化された人間っていうわけですから、ただなんかちょっと持病持ちなんですね。まだ送り込むんやったら送り込むで、持病持ちのじゃないやつ送り込んだらええのにと思うんですけど、でまたこれシュワルツェネッガーもいてるんです。でシュワルツェネッガーシュワルツェネッガーでそのジョン・コナーを殺した後に人間社会に潜り込んで結婚までしてる、で家族を持ってるっていうね、でヒゲも生えてるし白髪になってるっていう、これ一体何なんだって。リーダー・ハミルトンに至っては終始まあ久しぶりのお芝居なのか何なのか分からないですけど、こうセリフに感情があんまり感じられないというか、でもようよう見てたらもうエアロスミスはスティーブン・タイラーにしか見えないっていう、そっちが気になっていくんですけどね。アクションどうのこうので考えたらもうものすごいお金かかってますわ。なんかただ自分が今まで見てきたアクションの中でこれって可能なんていうことをなんかずっとやり続けるみたいな感じでしたけどね。あとまず夜中のシーンでまた水潜るんですけど、もう見にくいっていうね、まあ、最後は最後でなんかこれってハッピーエンドなのかなっていうところもあったりとかするんですけども、なかなか複雑な映画でしたけど、まだ全然違うパラレルワールドなのかわからないですけど、違う未来が存在してて、そっから送り込まれてくるっていうお話なんですけど、シュワルツェネッガーとリンダ・ハミルトン以外は全然知らない役者さんばっかりで、なんか見応えがあるのかないのかは分かりませんが、これシュワルツェネッガーってターミネーターある以上一生飯食えるんちゃうんってちょっと思いましたけどね、70歳過ぎてあの肉体をキープし続けるのもなかなかなもんでございますけど、どこまで本人がちゃんとやってるアクションなのかはちょっと定かじゃなかったとかするんですけどね。とにかく見てておもろないと思う作品ではなかったです。まだ2見た人はまあぜひ見てほしいなと思います。なぜかというと、あのこれどうやって撮ってんのっていうシーンがありますからね、ネタバレ注意でございますけど、あまり言いすぎるともうだいぶ言いすぎちゃいましたけどね、今回の監督はですね、ティム・ミラーってね、何の監督なんやろうと思って調べたらデッドプールですよ、あのアメコミのねダークヒーローデッドプール、子供向けなはずが PG 作っていうね、まあなかなか攻めた監督ですから、やっぱアクションが強いんですよね、うわこんなことすんねやみたいな。ただもうその今までのターミネーターだったら、あここで死んだんやとか、あもうこれ以上とかっていうの思うんですけど、もうどこまででも来るっていうね、またちょっと違う怖さをね、感じさせてくれる映画でしたけども、もしよかったら、公開してる間に見に行ってほしいな、映画館でぜひ見に行ってください。まあ私が一つ言いたいことは、いや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 、持病持ったやつ未来から送ってくなよっていうね、今回ターミネーターニューフェイトの紹介でした。チャンネル登録してほしいんですね。はい。